こんばんは。なんだこれ。こんばんは。こんばんは。ラブタオルありがとう。神ありがとう。なんか黒い剣飛んでるかも。チル飛び。まあいっか。あーちゃん嬉しい。ありがとう。星丸友ちゃんありがとう。決勝進出おめでとう。ありがとうございます。よかったです。歌唱力ナンバーワン決定戦、今年は決勝に進むことができました。よかったでございます。安心安心。ハート手裏剣神ありがとうございます。こんばんは。餃子なういいね。じゃあハンバーグでした。今日は夜はハンバーグ食べた。いけると思った。本当こんばんは。うまくてびっくり。嬉しい。ありがとうございます。でもね、練習の方がねうまかったんだよ。さすがにね、さすがにもうちょっとできたけど、ピエンって感じでしたけど、でも自信ある曲を選んだのでよかったです。よかったです。ちょっとねあれってとこありましたので、そこがなかったらベスト8は言ってたかも。ギリギリ9位だったので、ね、決勝はベスト8を狙っていきます。頑張るぞーい。おお、生かした感じ。そうですね、その子様リスペクトって感じで。お餅ありがとう。訪問ありがとう。こんばんは。決勝進出嬉しい。去年はとてもとても悔しかったのでね。そう、
私は去年の曲も好きなんですけど、そう、私はあのくるるんが歌ってたね、 AKB の光が難しい曲なんですよね。美和さん歌うまいから。こんばんは。イエーイ、やったぜ。決勝行くだけじゃねダメなんで、ファイナリスト勝ち取って帰ってきます。なので絶対に見に来てくださいね。また去年みたいにもし生放送なかったらわかんないでしょ結果が去年生じゃなかったからね。そう、ん？生放送あったっけ？ファイナリストライブがなかったんかい？ちょっと忘れたけど、日本青年館3月3日見に来てください。服はこれから決勝の？まあ、曲もあれですよ、これって決まってはないけど。こんばんは。一曲目はね決まって。ファイナリストになるために勝負したい1曲目は決まってるけど、8人の中で順位をつけられる 2曲目は決まってないです何がいいかな、候補はあるけどどういうのがいいかわからない。去年のめちゃくちゃ良かった思ってる。嬉しい、あやさんだよね私も良かったと思ってるんだけど、去年は審査員の方に引っかからなかったポジティブシンキング、そう、まあそういう時もあるよねみたいな。まあ今年は岩佐さんが私を評価してくれたからありがとうございますよかったです。マジ審査員の方によるから私っていうのは運もありますね。ありがとうございますはすごいねよ。みんな順に入ってた中間みんな行けましたね、よかったです。星ありがとう、こんばんは。スホーモンありがとう、右上のハートをしてルームフォローお願いします。も
元推しメンだ。そうなんだ。やったんさん、すごい。こんばんは。3日連続来ました、公平ありがとう、やっほーい。ほやほーい。みんなやん、中間やで、中間。あいこじからみんな入ってやん。よかったです。あれ、中間入ってたのに、20位以内。中間入ってたのに、決勝15位以内に絞られたときに入れないのが一番悔しいですからね、あれ。私の1個上からとか、1個上からが決勝入ったとかだ、マジで悔しいからね。そう、去年の私のこの因縁は消えないですよ。1個上か2個上ぐらいの人から入って、私のちょっと下の人が審査員特別賞で行ったりとかしたから、あれはマジで悲しかったです。そんなこともあるよねって感じ。去年の因縁は消えないですよ。それも全部決勝で出したいと思います。恨みます、本当にね。本当にそう。決勝がその日にあると分かった時から東京にいるつもりです。さすがですね。さすがやね。決勝は現地で応援に来てください。絶対2曲歌うので。一緒見に行こうかと思ってます。カモーン、ファイナリストライブで見たい。ありがとう。3年ぶりに、3年ぶりにファイナリストに返り咲きます。頑張るぞ。恨みますって曲あるん。そんな中島みゆきさんは歌えんな。ハート手裏剣ありがとう。3月3日、場所は日本青年館ってとこだった。私赤坂しか行ったことないから、決勝新鮮ですね。赤坂シアターでしか決勝行ったことないんでね、新鮮やね。頑張りやーい。嬉しいだけ。嬉しいだけ。選曲次第で優勝できる方はそんなに期待を寄せていただきました。ありがとうございます。選曲ってね、大事だからね、難しい。
難しい。自分を信じるか、自分を信じるか、先生を信じるか、そういうところにもかかってくるかね。そう、やばい、本当に今日もずっと考えてたけど、締め切り間近なんですよ。もう決めなきゃダメなんだよね。すぐ神ハートありがとう、ありがとう。ミッキーありがとうございます、感動しますありがとうございます。そうね、感動してもらえるのを選びたいね。一曲目はそう、なんだろうね、夏メロ。私がST に入る前からなんか練習してた曲、まあうん、そばかすより前に知ってた曲ですかねそう、1曲目かな。初訪問フォローしました、ありがとう。2曲目がね、難しい。ちフォローしました、やすさんありがとう、ありがとう。いや、私もそれジニー歌って感動するの10人ぐらいやろ悲しい、少なすぎる絶対こいつふざけてんのかってなる曲だよ。見られちゃったわそう、却下エモいけどね。そうすればとにかく少しは気が収まる。もうあれぐらいできない、絶対わしは今わしはねできない。小6のわしはめっちゃすごかった、女優ぐらい見られちゃったわって感じだけど、できないできないです、もうすみませんこんばんは。そっちの路線、そっちの路線もいいし、なんかね予選とかで歌ったことある曲は NG だったんですけど、毎年その今年の予選で歌った天秤の歌以外だったら1回から4回目までで歌ってきた予選も OK って書いてあった
からそう、ね、みんなにいいね、ワンシーンしか歌えないって言ってもらえる第1回目に歌った曲とかでもいいなって思ったり思ったり、3月だから高校卒業なので卒業ソングの名曲系で選んでも今しか歌えないからいいかなって思ったり、難しいです本当にいろいろある、いろいろ候補はあるんだけど歌えるのがないって感じそう、絶対に失敗しない曲を選ばないとね勝てないので、こんばんは、こんばんは、うん、卒業式で泣かないと冷たい人と言われそう、ララ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 初訪問ありがとうございます、右上のハートをしてルームフォローお願いします。やっぱね、人の心を揺さぶれる曲がいいなってなるよね、インパクトというかそういうのもいいんですけど、シンプルに歌詞がスッて入ってきて心に響いた、泣けるみたいな曲を歌える人になりたいのでゆいりーさんの歌はマジ泣きそうになったね、うん、初訪問ありがとうございます、嬉しい、シティフォーテートの美奈子ありさです、右上のハートを押してルームフォローお願いします、ありがとう、歌唱力きっかけだった、そうなんや、嬉しい、ありがとうございます、歌唱力はねきっかけを作ってくれる企画やんね、いつも感謝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 、榊原郁恵さん、榊原郁恵さんね、春なのにフォローしました、ありがとう、中森明菜さんむずい、私に合わない、低いよね、でもめっちゃね、あの推しメンは中森明菜さんですよ、昭和アイドル推しメン、顔可愛くねうん、顔かわいい、ほのたんはあのね松田聖子さん推しメンらしいけどその全盛期の若い17歳とかの時の写真をこう出して、え可愛くねって言った、言ってた
ロケの日があるんよね。ちょっと歌ってた時面白かった。あっしは中森明菜さん派ですよ。かわいい、顔かわいい。あきなちゃん、あきなちゃんソングは少女映画、まさかさまにか、飾りじゃないのよ涙は、ああ嬉しく、このこんばんは。あ、難波線聞いたことあるかも。難波線デザイア知ってますよ。かわいい、クマ。ありがとう。クマ、ありがとう。にゃん。一、二、三。にゃん、ありがとう。いい日旅立ち。絶対歌わないですよ。何を言っているんだ。私はそういうタイプじゃないので絶対に歌えないです。星ありがとう。そういう路線では戦えないです。右つね。ベビーメタルさん再来。ベビーメタルさんね、めっちゃ好きな曲ある。ベビーメタル様は男性の歌できそうなやつ。私がないない。こんばんは、こんばんは。初訪問ガニーちゃんです。ありがとうございます。右上のハートを押してルームフォローをお願いします。
異邦人ね、イケネ。私のずっと小学校からのアッシュの友達も演歌が得意な、もう最強に歌が上手い友達いたんですけど、そのこと、イケはマジすごいな、なかなかいないですけど、私の知ってる人で2人もいる、すごい感じ。誰もありがとう。めっちゃ、しかもめっちゃ、あの何見た目はめっちゃ可愛くて、目クリクリ、めっちゃ可愛い見た目しながら声がハスキーボイスで演歌が歌えるってめっちゃかっこよくね。愛の友達最強。こんばんは。ギャップがすげえ。私は神子様路線行きたいね。ハスキーボイスじゃない、間違えた。クリスタルボイス、透き通ったクリスタルボイスを目指したいね。私のあだ名クリスタルボイスになりますように。頼んだよ。クリスタルボイス第2号狙っていくぞ。まあ、ありがとう。あ、そういえばツイッターでですね、見てくれましたか。あれ、このツイートで今行われている第4次受付の鑑賞枠が開く最後の受付のおすすめを出してて、このツイートの次に動画を出しました。見てくれましたかね。この動画は何なのかと言いますと、このおすすめにしているこの4日間のうちのここですね、5月28日にやろうとしているイントロクイズの企画、5月28日にやる新企画ですね。私の中でのイントロクイズとはどんなようなものなのかっていうのを一回やってみたやつを動画にして、さっき作って編集して載せたので、これ拡散してくれたら嬉しいです。てか絶対拡散でお願いします。今見てる方ツイッターに飛んで絶対拡散でお願いします。フォローしました、ありがとう。そう、この
中で言ったらイントロクイズがどんなのか分かんないかなと思って説明動画を作ったのと、絶対感謝枠あげたいのは7月17日のシークレット生写真の日、4日とも目標は4日とも感謝枠を今の受付で開けることなんですけど、ここの一番最後は確実に開けたいのでみんな来てくれたら嬉しいです。お待ちしてます。この今見てくれてる方はコメント欄を右にスワイプしていただいて、プロフィールが出てきたところに URL も貼ってるので、これと同じおすすめも書いてるのでそこをチェックしてキャラニさんの方へお申し込みお願いします。ハトありがとう。1枚でイントロ聞いて終わるそう。1枚じゃ足りないな、イントロクイズの日は。そうクイズ出せて考えて答え出せて正解って言える時間が欲しいです。お待ちしてます。ハートありがとう。こんばんは。タンタンハートありがとう。サイン会じゃない方の7月17はツーショット写真会で高めツインテールです。そうハートありがとうございます。訪問の方はルームフォローしてくれたら嬉しいです。お願いします。こんばんは。トロクイズの確保してる。息を止めていられないぐらいの秒数ってことは結構あるな。これは結構あるな。結構止めてられますよ私は。初訪問大五郎さんありがとう。よかったらルームフォローお願いします。ありがとう。そう1分45秒の動画1時間かけて作ったのでみんな拡散してください。の日程をツイートしたその動画の下にあるツイートも拡散お願いいたします。曲のタイトルを知らなかった致命傷ですねこれは。ST の曲どれだけ知ってるのか
試されるクイズなのでね、 STU の愛がないと答えられないクイズとなっております。こんばんは、どうもありがとう。まあこの機会にクイズ挑戦してみて、知らない曲があったってなったら、もうこれはその日からお勉強してもらうしかないですね。まあ、お勉強だ。知ってもらえるチャンスですね。カップリング ST はカップリングの方がいい曲いっぱいあるので、どっちかというとそっちを知ってほしいね。カップリング with、 ありがちょーい。片思いの入り口はでもイントロないからね。ちっちっち教室に何が見える、そういうのが一番難しい。ちっ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 ち、なんでしょう。ただのクリック、ちっ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 ち、夢力だそうぜですね。イントロないのにね、それが一番むずいね。こんばんは、ちっ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 ち、夢力だそうぜおう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 とか、こんばんは。なんでですか、まだ5月28日ですから。そう、まだまだ先のことやから、たくさん ST の曲、こんないい曲もあるんだって聞いて勉強しといてください。カウントから手出し、カウントから手出し、あと何がある？ちっちっ、え、ちっ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 、え、違う、ちっ、うん、はーとしたいもん、一瞬のスリルも曲で頭からだから、クリックどんなやったか忘れたけど、ザーもありがとう。確かに、船はまっすぐ進むよ、やりたいことできずもだ、ふてくされてくまで、どんなふうに僕は壊れてゆくのだろう。いい機会だでしょ、そう、いい機会だと思って。そう、ぜひね、最近 STU が知ってくれた方でお話し会来ようかなって思ってくれてる方は、いい曲いっぱいあるのでね、たくさん聴いてくれたら嬉しいです。こんばんは。うちの妹はイントラリア。てん。
って分からん。イントロ歌うの難しい。どんなんやったっけ、瀬戸内の妹のイントロ。こう揺れてるとこあるじゃん。ティュン港まで続く道、ドルドルドルルンドルルルンルン、ドルルルルンドルルルルン、遠ざかる船を見た、僕は僕じゃなくなるわ。いや、まじ分からん。イントロって難しいの。イントロ難しい。でも本番というか出そうかなって思ってる曲一瞬聞くけん。いける。そして僕は サビだね、ほぼサビがイントロのこと多いな。ヘタレはジャン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 テケテケダン、そんだけだ。わー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 、STU限定です。このクイズはね、まあお乳企画なので楽しんでもらえたら嬉しいです。あの動画をちょっとでも見てもらうためにも拡散の方をお願いします。そうなことやってるって思ってもらえた方にね、もう参加してもらえるように皆さんご協力お願いします。まずは感謝枠4つとも開けるの目標なので、申し込んでくれたら嬉しいです。皆さんもお願いします。してみました。さすがです、ありがとう。あさまる子です。じゃん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 たらんたルルルル、一曲歌おうかな。充電がないけど一曲ならいける。こんばんは。あれ、
いよ。持ち込みました、ありがとうもこちゃん、ありがとう。よいしょ。じゃあこの応援歌にしてた曲を全然歌ってなかったので歌いたいと思います。いや、こちらが私の応援歌ソングとなっております。 B 期間参加枠ラスト開きますように、よろしくお願いします。月と星が古い校舎の中閉じ込められ叫んでいた、ここから出してくれとガラス窓を叩き笑おうとした日々よ。今僕たちは憂う、このままじゃダメだ、歯向かった大人、いつしか嫌だった世界、目をつむり生きることに抵抗なくなった。そう、あんなにもずっと軽蔑してたものはなんだ、間に合うかこれから、本当にやりたいことそれだけをやろう、物分かり良くなって流されたくはない、誰に何言われても僕たちはまだまだ諦めない、過ちを恐れるな。乱暴に大の字になって転びながら夜明けを待ち続けた、あと何周走ればよくやったと言われるの、その下で汗を流すのは理不尽でしかなかった。ああ、僕たちは思うちっぽけな自分、見えないよ未来、何にも意味のない命、無駄遣いしてるようで焦ってしまうんだ。でももう一度もしも生まれ変われるはずだよ、誰もあの頃に見た夢、今でも手を伸ばせば届くはず、きっと決心をすることに遅すぎることはない、ここに来て気づいたよ、僕たちは何だってできるんだ、憂いとは可能性。屋上に出てみた、ハッとするどう綺麗な朝焼けを見たよ、僕たちの世界はなんて美しいんだ、震える風の中。今僕たちは憂う、このままじゃダメだ、歯向かった大人、いつしか嫌だった世界、目をつむり生きることに抵抗なくなった。そう、あんなにもずっと軽蔑してたものはなんだ、間に合うかこれから、本当にやりたいことそれだけをやろう、物分かり良くなって流されたくはない、誰に何言われても僕たちはまだまだ
いい曲すぎる。いつ聴いても、いや、この曲は応援歌となっております。私の自分への応援歌となっております。いい曲。ありがとう。この応援歌とともに私のことを応援するためにも、皆さん9枚目シングルの鑑賞枠が開くラストのお申し込みお待ちしております。ツイッターでの拡散もお願いしますではランキング読みます。13位ゴリポン、12位せいちゃん、11位みほちゃん、10位ひでさん、9位ひげのまささん、8位せいがくん、7位ひろたんたん、6位バンジャラさん、5位ひとりごとさん、4位そうちゃん、3位ピオーネさん、2位まるともちゃん、1位はドゥルルルルン、エスペーさんです。ありがとうきゅんこ様推しなんでね、日向坂さんはラブです。申し込みました、ありがとう。お申し込みと拡散お待ちしてます。ツイッターにてみんなのご協力をよろしくお願いします。あさってまでなのでね、感謝ワーク開けましょう。みんなのご協力が大事になってきますので信じております。それでは、バイバーイ。おやすみです。また、明日。また明日。10時から朝やります。予約も入れときます。おやすみなさい。バイバーイ。